カオル。カズマ。こりゃどういうことやねんな、キリュウさんよ。リュウジ。動かないで。ゴーダ会長を返しなさい。あそこにおる。次にせよ。会長、無事だ。で、姉ちゃんは何をしに来たんや。あなたを逮捕しに来たの。何を今さら。自分がて登場会とつるんでいろいろやっとったやないか。そうよ。だからあなたを逮捕したら私も出頭するわ。一緒に刑務所にでもどこへでも行きましょう。何やと。もうこれ以上家族が死んでしまうのは嫌なの。家族やと。何アホなこと抜かしとんねん。ゴーダ・リュウジ、あなたは覚えているはずよ。炎で燃えるビルから助け出されたことを。それが何やっちゅうや。あなたも知っているでしょ。自分が人言派の生き残りであるということは。せやからそれが何やねん。あなたが知らないところでジョン・スヨン、つまりあなたの母親は生きていたの。名前を変えてね。河原祥子、私のお母さんよ。あなたと私はジョン・スヨンの血を分け合った兄弟なのよ。どういうことや。私はあなたを助けたい。たった一人の兄弟として、そして一人の刑事として。だからもうこれ以上戦うのはやめて。ゴーダ・リュウジさん、あなたを逮捕します。嘘え。わしに妹がおるなんて。お嬢さんの言う通りや。今までほんまのことが言えんですまなんだ、リュウジ。26年前スヨンが関西へやってきてすぐ、私たちは知りおうた。蒼天堀のしがない酒場、偶然私はその店でスヨンと知りおうて、彼女の素性を知った。組織から逃げる毎日、スヨンはお前という子供を抱えて疲れ切ってた。生活に余裕のあった私は彼女を助けるつもりで援助を申し出た。その後私はスヨンを見受けした。けど関西へスヨンを追いかけて赴任してきた河原という刑事にスヨンとの仲は切り裂かれた。私の父のことね。そうや。仕方がない話や。私は所詮極道門。スヨンも生活のために私についてきてることは分かってた。つまりわしはおかんに捨てられたっちゅうことか。違う。私が望んだことや。去っていくスヨンにお前を欲しいと言うた。私にとってお前は本当の息子以上に。うっせえ。そないなことはどうでもいい。リュウジ、わしは今まで孤独の中で生きてきたんや。ゴーダ人中極道を超えることだけを考えてな。せやからわしは人言派みたいな連中と結託してまで戦争を仕掛けたんや。お前
やはり26年前の事件を。関係ない。わしにとっちゃ復讐とか恨みとかどうでもいい。奴らと利害が一致した、それだけ。さあ残るはあんたとの決着だけ。待ちなさい、私の話は終わってないわ。郷田隆二、やはりお前は俺が思っていた通りの男だ。どういう意味？自分の生き方を変えられない、ただ馬鹿正直に己を信じて突き進む。知ったようなこと。俺の親友だった男によく似てる。戦うことこそが生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて応えるぜ。カズマ！カオル、すまない。よし、なら一丁派手に極道の犬探せようやないか。覚悟はできとるやろね。Hey!